けじくじく。はい、どうも、かけじくじくの野村です。さあ、今回は好きな日本人画家ランキングということで、はい、今回は皆様に人気の日本人画家のランキングをご紹介するという動画になっております。今回のデータっていうのはインターネットプロバイダー会社の大手であるニフティが利用登録者を対象に2018年に行った調査結果をもとにご紹介させていただきます。なんとね、その有効回答件数がね2000件以上あったらしいんですよ。すごいね、よどんだけ集めたらって感じなんですけど、さすが大手のニフティですね。なかなかこんだけ集めれるね調査会社というのもないと思うので、いや結果が楽しみだなというところなんですけども、今回ね、日本人画家ということなので、いわゆる日本画を描く我々掛け軸塾で今まで扱ってきたような作家っていうのは、もちろんノミネートされます。でそれにプラスして西洋画を描く日本人画家っていうのも、ノミネートされます。だからまあ黒田清輝であったり、まあ、藤田嗣治であったり、まあ、人気どころで言うとね、まあ、そういった方も、ノミネートされますよと。であとは版画家さんであったり、特殊な技能を持つ、まあ、画家さんというのも、ノミネートされますということで、まあ、日本人で画家であれば誰でも参加可能だよ、ノミネートされますよというのがね、今回の調査なんですね。だからかなり大きな枠組みで選ばれた人たちが、こう上位に引き締めき合ってますよという感じになります。で今回は上位10位をご紹介させていただこうと思います、ね、誰がランクインしてくるのかめちゃめちゃ楽しみじゃないですか。どうなってんだろうなということなんですけども、ぜひ、ね、最後までお付き合いいただければなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、それではね早速10位の発表に行きたいなと思います。栄えある10位は東秀斎写楽。はい、出ましたビッグネーム東秀斎写楽。江戸時代中期に活躍した浮世絵師ですね。急遽現れ急遽去っていったということで、本当に謎の絵師ということで、この人はね本当に分かってないことがめちゃめちゃ多いんですけどね。以前動画でね、東秀斎写楽3つの謎っていう動画をご紹介しているので、よかったらそちらをご覧ください。本当に謎が多いんですけど、インパクトがめちゃめちゃあるんですよこの人の作品っていうのは。はい、大首絵っていうことで、今まではね、何を描くにしても全身像を描くことが主流だったんですけど、浮世絵っていうのは、この人ぐらいから、大首絵っていってこうバストアップ、かなりクローズアップした、作品っていうのを描き方をするようになったっていうのが、東秀斎写楽になります。でそれの役者を描いたのが、この方になりますね。だから歌舞伎の役者さんとかそういったものを描いて、インパクト、あとデフォルメもめっちゃしてるので、なんだこれはっていうのですごいインパクトがあったんですけども、なぜかねちょっと活動時間がめちゃめちゃ短かったし、画風もコロコロ変わったっていう謎の不思議な方になります。ただ最初のねファーストインパクトっていうのが強かったので、日本の中でも人気ですし、海外でもめちゃめちゃ人気っていうのが、この絵師になりますね。ただ10位でいいのかなっていう正直思うところはありますけどね。めちゃめちゃ人気なんでもっと上でもいいのに、もう10位なんだっていう、そのあと誰が来るんだろうなっていうのが正直気になるところですけども、10位が東秀斎写楽ということでした。はい、では続いてね第9位のご紹介に行きたいなと思います。第9位は北川歌太郎。はい、浮世絵続きましたね。さっきの東秀斎写楽も浮世絵でしたけども、それのライバルといっても過言ではないのが、北川歌麿になります。同じぐらい海外では人気がありますね。東秀斎写楽は役者絵の大首絵で人気だったんですけれども、北川歌麿っていうのは、美人画の大首絵で人気を博した作家になります。はい、でこの人はね海外でもめちゃめちゃ人気で、フランスの美術評論家である、エドモンド・ゴンクールっていう人がね歌麿っていうあの評論でねすごい紹介したんですよ、絶賛したんですよ。そこからね、北川歌麿人気みたいなのが世界でも、よりね、まあ、それまでも結構人気だったんですけども、よりこう認知されるような形になったというふうに言われております。で何がいいのかっていうと、まずね繊細な描線、もう線がねめちゃめちゃこう描線、もう色気あるんですよ。で、まあ、遊女を描いてるからね、やっぱり色気ある線で、遊女なのに墨でガッガッガッとかやってたら嫌じゃないですか。やっぱり柔らかい滑らかな線で描かれてるっていうのが
ここはエモいなっていうのと、あとは着物の美しさですね。美人画なんでね、まあ、すごい綺麗な着物を着て、まあ、海外の人からするとね、何やこの着物めちゃくちゃ綺麗やないか、ジャパニーズアートやみたいな感じで、ね、それをちゃんと表現してる、ちゃんとあの日本の文化の伝達役にもこの浮世絵っていうのはなっているので、で、まあ、美人画って言ったらね、めっちゃ情報詰まってるじゃないですか。なんかすごい着物を着てすごい髪型してる綺麗な人たちが描かれてるぞって言ったら、海外の人もわひょうでなったということで、めちゃめちゃこう人気になったと。あとは、まあめちゃめちゃこう淡い色合いをちゃんと使ってるねっていうのも評価高かったみたいなんですよ。まあ、なんかあのどぎつい色でね、友情を描いてもいいんですけども、やっぱり日本人って淡い色彩っていうのをすごい好む民族でもあるのでね、それをちゃんとしてるっていうのが海外でもやっぱりすごい受け入れられたんですよ。ということで、まあ、日本人の浮世絵師の中で世界の中で人気のビッグファイブにも入るんじゃないかなと言われてるのがこの北川歌丸ですね。まあ、以前ね、浮世絵の歴史っていうのをご紹介しているので、よかったらそちらの動画をご覧になっていただければね、さっきの東秀斎写楽も、北川歌丸も出てますので、ご覧になっていただければなと思います。で、まあ9位なんやっていう9位なんやと、どんだけ好きやねん塾長って感じなんですけど、いや9位でいいんかな、10位写楽、9位歌丸っていうのも、いやこんな早くそのカード使ってええからもっと人気でいいんちゃうかなと思って、まあ選ぶの日本人やからね、海外勢の意見とはまたちゃうかもしれないですけどね、まあ、日本人が選んだら、まあ、9位に歌丸が来ましたと。はい、さあ続いて8位はどうなってるんでしょうね。浮世絵ときましたからね、続いてどうなるのかっていうところなんですけども、第8位は山下清でした。はい、山下清来ましたね。裸の大将ですよ。いやー、裸の大将、あ、確かにね、こういった画家も日本画家ではないんですよね。我々が扱う東洋画の日本画家ではないんですけども、まあ貼り絵であったりフェルトペンで描いたりとかいうことで、まあ、一応絵になっているので画家という分類で考えたら、日本人に人気の画家になるんですよ、山下清。この人はね、まあ、ドラマがねめっちゃ有名だったじゃないですか、裸の大将っていうね。僕らが小学校ぐらいの時でもやってましたしね、なんかおにぎり食べてね、こう放浪の画家で、僕はおにぎりが好きなんだなってみんな言ってたと思うんですよ。あれですごい人気でしたし、その後もね、なんかドラム化はずっと続いてたみたいなんですね。あのドランクドラゴンか、お笑いのの塚地さんがやってるバージョンとかがあったりということで、まあ、本当にね、みんなに愛されるテレビの力は偉大だなということで、みんなに愛されてるのがこの山下清っていうことなんですけども、なんかね、山下清、そのドラマの影響でみんな好きなのかなって思ってるかもしれないですけど、実はね、現役時代、山下清が活躍してた時からめちゃめちゃ人気だったらしいんですよ。本当に国民的な画家と言われてたんですね。その証拠に彼が開いた個展があったんですけれども、それの来場者数がなんと80万人やったらしいんですよ。いやすごくね、80万人も来る個展って聞いたことないなと。いや以前ね、前回が伊藤若冲がワシントンの作品動植祭をワシントンでやった時に、アメリカの、ね、ワシントンでやった時に、なんと23万人の人が来ましたよってすげーって言ってたんですけど、日にならんぐらい来てた山下清すげえなっていうところなんですよ。80万人も来んのって感じなんですけども、でこの方っていうのは、まあ、ちょっと知的障害を患ってらっしゃる方なんですけども、その代わり、瞬間的な映像を記録する力っていうのがめちゃめちゃこう卓越してて、花火とかを見た一瞬をめちゃめちゃ印象によくパチッと脳に焼き付けて、それを作品にこう再現をしていくっていうのがめちゃくちゃ優れてるということで、この人はすごい天才だみたいな感じで芸術家の間でも、有名だったというふうに言われてます。長岡の花火であったり桜島っていう作品がね、非常に有名な作品なんですけども、いやまあこういった方がね、まあ、確かにね、まあ、人気っていったら人気かということにノミネートするというのが、今回のランキングになります。なかなか読めないでしょう。浮世絵はまあまあ来るかなと思ってたけど、山下清さんが来るかっていう感じなんでね、なかなか先が読めない楽しい戦いになってきましたね。はい。さあ続いて第7位のご紹介に行きたいなと思います。第7位は竹久夢二でございます。はい、出ました竹久夢二、大正時代を代表する美人画家でございますね。大正ロマンの申し子と言っても過言ではない。大正時代ってね、非常にまあ実期間としては短いんですけども、なんかすんごいね、甘酸っぱいというか光と影があるような時代、もうこういろんな時代ありますけど、昭和とかね、江戸時代とか明治とかありますけど、なんか大正時代だけ特別な思い入れがなんかこう感情を抱くような、そういう風な時代なんですね。まあ、光と影って言いましたけど、
ど、光っていうのはこの時代ってすごい好景気だったんですよ。戦争に勝ったっていうのもあって、まあ、日清日露戦争にも勝って、今まで日本人っていうのはこう、ね、他国先進諸国にこう追いつけ追い越せということで劣等感を持ってたんですけども、まあ、2つの戦争に勝ったということで先進国入りしたっていうことですごいこう自信を持つことができたっていうのと、第一次世界大戦で戦勝国側にこういたっていうのと、戦地に自分たちの国がならなかったっていうのも含めてすごい好景気だったんですよ。成金とかがめっちゃ出たっていうことで、バブってたっていうのもあったり、まあ、都市化がめちゃめちゃ進んだっていうのもあったりしてね、すごい華やかな時代だったんですよ。で自信を持つから、芸術の面でも個性をこう出していこうぜ、個性最高イエーイ、もっとみんな自分を出すんだイエーイみたいな、そういうふうな華々しい光の部分があるのに対して、こう闇の部分っていうのがやっぱりね、大恐慌が起こるんですね。第一次世界大戦中はまあいろいろね物入りになるじゃないですか。こう外ではね、まあ武器を作ったりというのとかの仕事が入ったりとかもあったんでしょうけども、そういうのがなくなっちゃうと一気にこう不景気になっちゃったっていうのがあったり、あとはね関東大震災というのもあったんですね。もうかなりの被害を被ってたので、そういう影の部分があったり、あとはまあ急激な西洋化にこう抱えるストレスっていうのも半端なかったんですよ。やっぱりね、日本独自の文化っていうのがあるじゃないですか、伝統的なね。それが急に西洋化イエーイとか言って変わっていくのを見て、なんか昔の方が良かったな、古い情緒があった方が良かったなっていうのを危惧する芸術家っていうのも結構いたんですよ。っていうのが、まあこう影の部分であったり、あとはね、まあ、こう物を作っていくのでこうどうしても資本家ができてくるんですけども、それの資本家に雇われる労働者の状況というのは過酷だったっていうのでね、そういった問題とかもあったりという非常にね光と影を投影しているというのがこの時代になります。それの中で生まれたのが竹久夢二になります。だから華々しい夢二式美人っていう美人画を描いてるんですけど、まあ非常にね人気だったんですけど、どこかねその美人画の中でも女性が憂いを帯びてる瞳でこうね描かれてるんですね。だからまあその大正時代の華々しい中でもあるけど、どっかなんかちょっと素直に全部喜べないな、どっか大敗的な刹那的な部分があるなっていうような時代感覚をなんとなく女性で表現してるようなって感覚がねめちゃめちゃ面白い、今でも人気があるんじゃないかなというところなんですよ。でまあ夢二自身もねちょっと恋多き男やったからね、もしかしたらその描いてる女性っていうのは、男性の理想の女性の形なのかなみたいなところも含めて、ね、どっか憂いを帯びてるから、なんかこう現代の男性が見てもね、女性のそういう儚げな、ね、瞳で見られたらちょっと胸、ね、キュンってなる部分があるので、だから今でも人気があるんじゃないかなとも言われたりするので、まあ、こういったのが含まって、竹久夢二っていうのはここ第7位にランクインしてきたんじゃないかなと考えたらめちゃめちゃ面白いなと。なかなかねここで夢二来るかってなんですけど、意外なところでしたけど夢二が第7位になりました。はい、はい、では第6位を見ていってみましょう。第6位は宗像志功ということで、はい、版画家の人が入ってきました。版画家、この方っていうのは20世紀を代表する版画家になります。はい、しかも世界的な版画家になります。世界で名を知れた、版画家になります。青森県出身で、もともとはね油絵をやりたいなと思ってたらしいんですよ。なんか雑誌かなんか知り合いに見せてもらった雑誌の中にゴッホがのなんか写真、なんか作品の写真があったんですって。でそれを見た時に感動して、わだばゴッホになるってこう言って、油絵画家になろうと、決意したと。まあちょっと津軽弁なんでね、青森出身なんで津軽弁なんで、まあ、油絵画家になるということで上京したと。上京したんですけども、当時の西洋画っていうのは、まあ、写実がすごい主流だったんですね。明治時代ぐらいだったんで、まあ明治から西洋画が入ってきて、明治西洋画出た写実にすごい特化してたので落選が続いたと。なんでかというと、宗像志功っていうのは目がめっちゃ悪かったらしいんですよ。はい、極度の近視だったらしいですね。なぜかというと青森って寒いじゃないですか。寒いのでいおり炊いてたら、その範囲が目にこうかかるかなんかで、目がめっちゃ悪かったので、写実わし無理やってその時気づいたらしいですよ。遅いな、早めに気づいて、もうちょっと早めに気づけたんちゃうかなと思うんですけど、わし無理やなと思った時に出会ったのが版画やったらしいですね。でそこから版画の道でやっていこうということで、活躍、まあ、実績を積んで、世界の大会で結構ね賞をもらったりしたんですよ。ビエンナーレとかで賞を取って世界的に活躍する名前を知れた、版画家として活躍したという、そういうふうな方になります。で、まあ、すごいね
あの情熱的な人なんですね。あの作風というかこうスタイルがもう、まあ、禁止っていうのもあるのかもしれないですけど、版木、版木の板をこれぐらいの距離でめっちゃそこう掘るんですよ。でくる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 回転させてわーってこくのがあの掘るのがめちゃめちゃなんかこう、まあ、ちょっと異常やなっていう、すごいな、なんか魂こもってんなっていう風な感じで、それがまた人気の一つでもありますし、この人っていうのは普通、まあ、版画、まあ、版画っていうと浮世絵があるじゃないですか、まあ、一番メジャーじゃないですか。ただ浮世絵っていうのは絵描く人、下絵描く人と、それで彫る人、版木を彫る人と、でその版木に、まあ、紙を置いてする人、この3人によって作られてたんですけども、明治時代ぐらいになって、まあ、西洋の印刷技術が入ってきたので、その浮世絵っていうのはちょっと廃れちゃったんですよ。でそれをもう一回復活しようぜっていうことで、創作版画運動っていうのは起こったんですよ。っていうのは、まあ、芸術品としてもうちょっとバキバキにレベルアップせなあかんな浮世絵、もうちょっとその大量生産の印刷という部分では西洋に勝てへんかもしれんけど、芸術という側面をもっと押し出していかなあかんのちゃうみたいな感じで、創作版画運動っていうのは、自分で絵描いて自分で彫って、で自分で吸ったら全部オールインワンで自分でやればもっと芸術的な作品生まれるんちゃうかっていうのに特化した運動やったんですよ。で、それに対して新版画運動っていうのもあったんですね。以前川瀬波水っていうのをご紹介したところでいろいろ詳しくご紹介してるんですけど、川瀬波水は下絵を描く人と、彫り師と摺り師は分業なのは、一緒なんですけど、浮世絵のスタイルと一緒なんですけども、その絵師が描きたい絵を彫り師と摺り師がバッキバキにレベルアップして再現するように頑張ろうぜっていうのが、新版画運動、分業制を保ったのが新版画運動で、全部オールインワンで一人でやりますぜって言ったのが創作版画運動だったんですね。でそれの流れにあるのが、この棟方志功ということで、最後はね文化勲章まで受賞したということで第6位になります。はい、さあ半分の6位まで見てきましたけど、いかがでしょうか。なかなか予想通りになってないんじゃないかなと思います。10位が東秀斎写楽で浮世絵師と、でまあ、北川歌丸が9位と、はあはあ、浮世絵師浮世絵師 で次が山下清というあのちぎり絵になると、はあ、ここで来るかと。で竹久夢二が第7位と、で次が版画家の棟方志功ということで、なかなか東洋画の人あんまおらんね。いや、まあ、竹久夢二は、ね、まあ、東洋画といえば、まあ、その流れなんですけど、ちょっとね異質なあの画壇の中でもあの一匹狼的な人やったからね、なんかちょっとちゃうなっていうのが変わり種が多いけど、日本人変わり種好きなんかなっていう感じですね。まあ10位から6位まではこういうふうな結果になって、じゃあ、続いて第5位、もう後半戦に行きますけど、第5位誰になったのかっていうと、横山大観。はい、ここでやっと日本画がなってきました。僕の大好きな日本画が。いや、横山大観でもここに来るんやっていう、ちょっと正直、あ、そうなん、もっと人気あってもあれなのかなと思ったけど、第5位なんですね。はい、横山大観、近代日本画壇の、巨匠というふうに言われております。近代日本画壇で二大巨匠っていうのがよう言われてるんですよ。東の横山大観に対して西の竹内栖鳳、まあ、京都の竹内栖鳳ということで、この2人がバリバリのライバルで、2人が日本画壇、近代の日本画壇を引っ張って牽引してきましたよというふうに言われてます。で横山大観というのは、心の師匠がいたんですね。はい、それが岡倉天心というあの偉大なる、思想家がいたんですよ。以前ね岡倉天心でね、ご紹介しました、あの約3時間ぐらいの話してる岡倉天心を、話してる動画があるので、よかったらそちらを見てください。あの岡倉天心というのは、この人がいなかったら近代日本画壇というのはなかっただろう、今のような形になってなかっただろうということは、今の現代の日本画壇にもなってなかっただろうっていうぐらいすごい偉大な人で、近代日本画の父と言っても過言ではないんじゃないかなという、そういうふうな方になります。まあ、そういった方のもとで横山大観というのは、まあ、それの実動舞台みたいな感じだったんですよ。まあ、岡倉天心自体はね絵を描かなかったので、岡倉天心のこう理想の日本画っていうのを、まあ、描く、実験的に試すっていうのが、まあ、横山大観という感じだったんですね。ただ、岡倉天心というのは大正時代にこう亡くなってしまうんですよ。道半ばで亡くなってしまって、そこからどうすんねんって、結構ねこの大正時代でいろいろ時代が変わってた時だったんですよ。今の日展の、元になる文展っていうのがスタートして、国があの主催ででっかい展覧会主催でやりますぜっていうのをバーンってやったりとかね、でもそれに対してどうしたらええねんっていう若い画家とかがね反発したりとか、こういろいろあった揉めてる中で岡倉天心亡くなって、じゃあどうすんねんっていうことでバトンタッチされたのが、横山大観やったんですね。
でここから、横山大観というのは岡倉天心がその時、日本美術院っていう、まあ、今の、院展っていう展覧会があるんですけども、それの、大元日本美術院っていうのを岡倉天心が作ってたんですけど、ちょっとね、いろいろ忙しくて休止状態になったのを横山大観が復活させて、最高院展ということで展覧会をしていくっていう、そういうような、動きをして、それが現在の、院展になってるわけなんですね。日展と院展って今日本画壇の、両巨頭と言われてる展覧会がありますけども、そういうの片方を作ったのが、再興させたのが横山大観、それは、岡倉天心の意思を継いでやったということなんですよ。こんな偉大な作家さんなんですね。で、その、まあ言うたらこういうふうな混迷の時代からまたね、昭和の、戦後も超えてということで、まさにね、近代の日本画壇をずっと見てきた生き字引みたいな人が横山大観になります。で、作風っていうのもね、めちゃめちゃ変化するんですよ、この人。ようそんだけ変わるなっていうぐらい、いろんなものを取り入れては、新しく実験してみて、取り入れては実験してみてっていうことで、傑作多すぎっていうのがこの横山大観。代表作多すぎ。どれが代表作なのか、ほんまようわからんなっていう人なんですよ。ほんまにね、パンチある代表作が多すぎるので、まあ今でもね、この人はね、人気の理由がね、もちろん作品も面白いんですけども、すごいんですけども、人柄がね、めちゃめちゃ面白い人なんですね。ちょっとちょっとね、天然なんちゃうかなっていう、ちょっと愛嬌のあるような方がね、もうエピソードもいっぱいあって、めちゃめちゃ面白いなというところで、まあ愛されてるっていうのと、作品があるっていうのと、まあ尊敬されてる、偉大だっていうのも含まって、人気なのかなというところですね。第5位になります。はい、では第4位の発表に行きたいなと思います。第4位は伊藤若冲。はい、来ました、伊藤若冲。ここで来るか、伊藤若冲。いやー、もうここら辺になってくると誰が出てきてもちょっと、それ出てくるって感じなんですけど、伊藤若冲が来ました。第4位です。伊藤若冲というと、18世紀の京都で、江戸時代ね、18世紀京都で、活躍したスーパー天才絵師と言われた、絵師ですね。以前ね、先週か、動画でご紹介してるんですよ。動植綵絵っていう、その伊藤若冲の、最高傑作の連作である、30点の最高傑作の連作であるのが国宝に認定されましたよということで、明日までか、9月25日まで東京芸大の方で今、そのうちの10点が展示されてるので、ぜひ見に行ってくださいねということで、30点の、動植綵絵を全部紹介するという動画を出したので、よかったらそちらも、ね、見ていただければなと思うんですけども、それぐらいね、めちゃめちゃちょっと変わったよという、すごいエキセントリックな、画風をしてるのがこの伊藤若冲になります。今めちゃくちゃ人気の絵師ですからね。で、この人っていうのは、動植綵絵はめちゃめちゃ極彩色のめちゃめちゃ色が鮮やかで、しかも細かく細かく緻密に描いてるっていうのが特徴だったんですけども、この人の魅力っていうのはそれだけじゃないんですよ。水墨でもね、めちゃめちゃ不思議なテクニックをめっちゃ使って味わい深いものをめっちゃ描いてるんですね。まあ、筋目描きっていうテクニックがあるんですけども、まあ、そういったものを使ったり、あとはね、マス目描きっていう変わったね、これもモザイクタイルみたいな、そういう風なね、描法を使った作品とかもあったり、謎が多いんですけど、この生マス目描きについてはいろいろ今でもいろんな意見が出てくる伊藤若冲になりますけども、いやー、ここで出てきましたね、第4位。でこの伊藤若冲はね、まあ面白い作家さんなので、今後ますます深掘ってちょっとご紹介したいなと私は思っております。乞うご期待お願いいたします。はい、さあ、いよいよベスト3の発表に行きたいなと思います。いかがですか、今まで4位まで見てきて、なかなか自分の予想と違うなというところいっぱいあったんじゃないかなと思いますけども、そんな中で第3位に輝いたのは東山魁。東山魁、そらね、出てくるわね、うん、僕も好きやもん、東山魁。僕もね、動画で出したんですよ、東山魁。よかったらそちらを見てください。東山魁に関してはね、めちゃめちゃ癒されるんですよ。もう色がめちゃめちゃ綺麗すぎてね、絵を見て、もう、無条件に、ああ、ええなーって思えて、ああ、なんか心癒されるな、現れるなーみたいな感じで思えるのは、本当にこの人の絵の魅力かなというところなんですよ。まあ、基本的には風景を描く作家さんですね。で、静かな風景、本当に静寂な綺麗なもう作品っていうのがね、もうめちゃめちゃエモいんですよ、エモい、うん、で、青の画家とも言われてます。青の画家、青色にすごい特色を持った、青色をめっちゃ使いこなしてますよっていう作家さんなので、すごい綺麗な色彩っていうのがね、特徴になります。
で、あの国民的画家とも言われてましたね。それだけに、まあ、当時生きていらっしゃった、まあ、ご存命の時は、国民からめちゃめちゃ人気があって、東照大寺の襖絵っていうのをね書いてるんですけども、それをもう10年ぐらいかけてやってるプロジェクトだったので、まあ、その時もねやっぱり応援が行ったりとかっていうことで、まあ、本当にいろんな人がね応援して、国民全員から親しまれてた、絵師っていうのがこの、東山魁夷になります。さあさあさあ、第3位まで来ましたけども、いかがですか？第2位第1位、気になるところですね。誰なんでやろうっていうところですけども、栄えある第2位は、宇田川広重。宇田川広重、まあさすがにね、さすがにもうそうなるわね、宇田川広重出てくるわね。今までよう我慢してましたね、歌丸とか写楽とか出てきたのに、よう我慢してここまで残ってくれましたねっていうことなんですよ。宇田川広重、浮世絵のジャンルで、まあ、役者絵とか美人画っていうのはそれまでのジャンルであったんですけども、その後風景画というジャンルができたんですけど、その人気に出たんですけども、その風景画のジャンル化した、立役者の一人っていうのがこの宇田川広重になります。東海道五十三次とかね、名所江戸百景とか有名な連作シリーズがありますけども、どれも今見ても新鮮で、ああええなというような、作品になります。でその人気っていうのは海外でもめちゃめちゃ人気だったんですよ。で、まあ、影響を与えた、まあ、偉大な作家というとゴッホになりますね。ゴッホめちゃめちゃ広重好きやったから、いやほんまに好きやったから、好きすぎてめっちゃ模写してたからね、ゴッホ。あの梅の絵とかめっちゃゴッホ模写したり、なんか橋の絵とかもめっちゃゴッホ模写したりしてましたからね。もうそれぐらい好きで好きでしゃあない。それだけ、広重すげーって思わせるような、ヨーロッパの人がめっちゃいろんな人が、広重すげーっていう風な言うぐらいインパクトを与えたのが、この宇田川広重になります。で、何がそんなに良かったのかっていうと、まあ、一つにね、構図が斬新やったんですよ。構図が普通絵画っていうと横の絵が多いじゃないですか。横長の絵が多いんですよ。で横長やったら風景画とかね、絵にしやすいんですよ。まあだってカメラでパシャって撮るのもだいたい横じゃないですか、写真撮るのも。そうしたら写真撮ったらなんかそれっぽく絵になるじゃないですか、絵の構図になるじゃないですか。それを絵画風にちょっとアレンジしたらすぐなりやすいんですけども、縦にするとね一気に構図撮りにくくなるんですよ。皆さんもやってみてください。風景撮ろうと思って縦で構図撮ろうと思ったらね、なかなかうまいことね絵になるような構図にならないんですよ。でそれ例えばパシャって撮ったとしてもやっぱいろいろ変形線と、なんかね、抜いたり描かなかったりぼやかしたとかいろいろせん限りは、縦ってなかなか絵の構図にならないんですけども、縦の構図がめちゃくちゃ多いんですよ。それどうしたかっていうと、超至近距離と遠くっていうみたいな感じでね、こうあと角度めっちゃこう下から覗いたみたいな感じでめちゃめちゃ構図を独特に変形させて縦の構図っていうのを完成させてるんですよ。これがねめちゃくちゃ面白い。これがまあ人気の理由の一つかなと思うんですよ。でもう一つがエモさですね。エモさ、はい、作品に風景画なんで、まあ言うたら風景の綺麗なところとかなんか風景の名所みたいなのをパシャって描くだけではいいんですけども、それだけじゃ飽き足らずにこの人っていうのはそこにポエミックな部分を入れるんですよね。詩的な部分をなんか入れるんですよ。だからそれを見てるとなんか詩がなんか詩の世界がなんか感じ取れて、なんか心キュンってなるな、エモくなるなっていうような、そういう風なものを、入れてるのがこの宇田川広重になるんですよ。まあ、一番有名なのがね、東海道五十三次の、カンバラっていう作品になりますね。カンバラ、まあ、今静岡県の静岡市になる場所なんですけど、あそこって雪降らないんですよ。雪降らないんですけども、東海道五十三次ではあえて雪の景色にそこをしてるんですよ。そうなんでかっていうと、そうした方がエモくなるからねっていう理由なんですよ。確かにね、雪景色ってなんか日本人心エモくなる部分あるじゃないですか。それをあえてここでやってくるということ、なんでってところなんですけども、そういう風な細工をいろいろしてくるのが、宇田川広重。なぜならそれがええと思うからそういう理由で、いやなかなかこの人もね掘り下げがいがあって面白いなというところなんですけども、第2位になりました。まあこの人もね、世界的に人気の浮世絵師のビッグファイブには絶対入ってくるっていうぐらい、当時から人気でしたし、今でも人気の、絵師になりますね。はいはい、皆さん今まで9人の日本人画家をご紹介させていただきましたね。いろいろ思い入れある作家がね、ランクインしていると思いますけれども、それらをすべて押しのけて栄えある第1位に輝いたのは、葛飾北斎でした。やっぱり
ぱりね、いやほんまにやっぱりねとしか言いようがないね。いやいや、やっぱり北斎かってところで、いや僕も葛飾北斎めちゃめちゃ好きやからね、もうやなって、まあそりゃそうやわなって思うところはあるんですよ。以前ね、葛飾北斎について3時間45分ぐらい語ってる熱い動画を出してるので、よかったらそちらご覧になってください。本当にね、この人っていうのはもうめちゃめちゃ面白くて、世界的にもめちゃめちゃ人気なんですよ。これ多分ね、今回は日本人を対象の、投票でしたけども、世界での投票でも間違いなく1位になるだろう、世界だったらもっと差ついてんちゃうかなっていうぐらい圧倒的人気なのがこの葛飾北斎なんですよ。で、この葛飾北斎がどれだけ世界でこう人気にあるのかっていうのを、示す、まあ一つのエビデンスとなるね、エピソードっていうのがあるんですけど、まあこれ結構ね、使い古されたネタでね、申し訳ないんですけど、でもまあこれが一番まあよくわかるかなと思うので、まあ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 聞いてくださいよ。知ってるっていう人もまあ聞いてくださいよ。アメリカでね、ライフ誌っていう、まあ有名な雑誌があるんですよ。で、1999年の時にちょうどまあ2000年になるねっていうところで、ライフミレニアムっていう企画をやったんですよ。で、それ何なのかというと、この1000年間の間で、世界に最も影響を与えた、100人を選びましょうみたいな企画をライフ誌が出したんですよ。で、まあね、いろいろいるじゃないですか、ね、コロンブスとかなんかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういうふうな人たちがランクインする中で、まあ、全世界の中でということやからね、その中で、日本人の中で唯一選ばれたのが北斎やったんですよ。画家なんやみたいなね。他にも例えばいっぱいいるじゃないですか、徳川家康とか、なんとか天皇とか、なんかね、将軍とか、なんか誰が出てもおかしくないんですけど、誰ね、著名な人いるんですけど、北斎ということで一人だけやったんですよ。まあ、もちろん100位中の1位ではなかったんですけども、101のまあまあそれなりのええところのランキングに入ったのがこの北斎やったんですよ。日本人で唯一っていう、それぐらいね、世界の中では日本人の中で圧倒的な認知度を誇っているのがこの葛飾北斎になります。で、北斎っていうと、まあ、富岳36景、富士山を36個のシリーズありますよっていう連作シリーズね、あれが有名なんですけども、実はね、北斎の画業からするとその富岳36景っていうのはほんの一瞬でしかないんですよ。実は北斎って画業70年間ぐらいあるんですよ。20歳ぐらいから始めて90歳ぐらいまでやってるので、この70年の歴史っていうのがね、めちゃめちゃ濃くて、めちゃくちゃ面白くて、いろんなエピソードやらかしまくってるんですよ。そういうのをね、以前動画でまとめてるので、北斎好きの方にはたまらない、もう作品どういう風に変わっていったのかも含めてね、僕が熱を込めてね、ご紹介させていただいてるので、本当に2回目になりますけども、もう1回紹介します。この動画、以前僕がまとめた動画、よかったら見ていただければ僕の北斎ラブが伝わるかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はいはい、いかがだったでしょうか。今回は好きな日本人画家ランキングということで、10位から1位までご紹介させていただきました。まあ、そうそうたるメンツでね、まあ、紹介するのもこっちも熱入ってね、結構楽しかったです。でね、この企画っていうのはね、まあ、本当に面白いなと思うので、2回3回とねやっていきたいなと思うんですけども、さすがにね、ニフティさんはね、もう1回しかやってくれへんと思うので、ね、2回目3回目やろうとするならば、まあ、僕がやらなあかんなということで、僕はね、このチャンネル登録者数がもっともっと増えた時にね、アンケートを投げていろいろランキングとかして、いろんなね、作家だけじゃなくて、例えば作品どんなんが好きですかのアンケートとかをねやっていくのも面白いかなと思ったりするのでね、もっとね、チャンネル登録者数が増えてほしいなと思っております。母体が大事やから、母数大事やからね、まだチャンネル登録してないよっていう方はぜひね、この機会にチャンネル登録をしていただいて、そういうアンケートとかした時に参加していただいて、ワーキャワーキャ言いながら、一緒に楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関する様々な情報を発信しております。面白かったな、ためになったなと思われる方はぜひ応援していただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。